声は届いています。秋田、中田、いいディフェンスです。中田、中西ですね。中西から中田へ来てのボール、回り込んできた。中田はうまく体を入れます。いや、今のは通りませんでしたけども、中田ベロンも左へ来た。そこへオルテガです。オルテガの前に入った。中田、中田も負けていない。見事な中田のディフェンスです。ベロン裏へ出す。中田ドリブルに入ってくる。中田から一度つなぐ。中田がフィいいプレーですね。あれだけ寄せられながら中田倒れないで、そのままプレーでいいのは、中田君がドリブルした時にですね、相手の選手がスッと集中してくるんですね。ですからこのこぼれたところに入っても点にならない。それが間接フリーキックですが、ここは手が上がりません。直接フリーキックです。入ればそのままゴールインです。中田だ。今は七海が相手の壁に注意を向けておいて、縦で中田、中山が行く。ここでアルゼンチンの選手が一斉にウォームアップに出ました。日本は奈良橋とみんな信じています。さあ中田が来ました。中央から中田がシュートだ。日本の久しぶりのシュート。中田にはきっと何かモヤモヤもしたものが残っていたでしょう。で追いつこうとするのか、この辺の判断どうですか。やはりもっと大胆にいってはさあ奈良橋がシュートだ。いました奈良橋。中田から1本のボールが来ました。ここもう1回入ってもよかったかなという。中田、七海、さあこれチャンスですよ。山口を使ってもう一度中田へ。奈良橋へいいボールが出てくる。逆サイドから2人日本入ってくる。チャンスになる。ちょっとコースがずれました。日本としては2人のフォワードを同時に突入させる、またとないチャンスではありましたが、ゴールキーパー川口、ディフェンスは奈良美、中田前に、中山に出ました。この後ですね、中盤まで来ます。中田が取った。中田の突進、相馬が上がってきた。中田、中田、山口、勝った奈良美がいます。中田浮かした、はい、ジョンが出た。チャンス、あ、一つ意表をついたこのセットプレー、はい、クロアチアの4番がつきます。ストッパーですがチャンスを見ると出ていきます。中田の突破、中田の中央突破は相手のファールを誘いました。トバック相手の間にこうドリブルで仕掛けていくという、中田はいつもこう前を向いてプレーして、はい、倒れた時には相手のファールになるようにして、こういうふうにボールをキープする、うん、中田がうまく取りました。城が左サイド、真ん中に中山がいます。中山に出した、中山に出た、中山シュート、キーパーに止められました。いや今の決定的な場面でしたが、中田、中田、中田が取った。中田チャンスシュート、アサノビッチ、中田、中西がいる。中田が突破した。中田サイボール、中西ヘディングは奈良美、中田、奈良美に出た。チャンスです。相馬に振ります。相馬、中田、ロペスがいます。ロペスが行った、ヘディング、ロペスのヘディング外れました。特に中田のパス、日本は前半からそういった形を見せてるんですけども、最後のね、対例で日本を破りました。です、中田、いいですよ。
よ。さあフォワードが両サイドに散った。七海が上がってきています。泣き泣きになるケースがありますが、さあ中田ちょっと重なった。中山右へ展開、城のボレーシュート。いやー中田上がってのプレーです。いいボールですね。今日のゴールキーパー相馬に渡します。少しこの日本の選手の反応がちょっと遅くなりつつあるんじゃないかと見えるんですが、皆さん、あるか日本の運動量がちょっと足りない感じがします。中田、そうですよ、いいボールですね。相馬が上がってきた。中田ジョーが中に入っていきます。隣に七海がいる。七海に出した。七海フリーだ。七海高々と蹴り上げてしまった。ちょっと距離があります。中田よし、今のシーン、これキーパーから逃げていくようなボールなんですがね。その後七海から中田です。中山が左へ、ジョーは中にいます。うまく抜けてきました。中山に渡した。中田が欲しがりました。中田抜けた。中田残ったが戻ってきます。蹴るのは中田。狙いましたか。そうですね、中田前から早い展開が欲しいんですね。さあラインをちょっと気にしている中山。さあ中山の陣にボールが出る。フリーになっている。距離があるが打っていった。こぼれ球は入ってくる。選手が中に入りす。山口です。中田へ、ジョー、平野からボールが来る。後ろから中田のシュートは抑えられなかった。日本のサッカーの水準は世界で戦えるのかどうか。初めて公平な場で